2021年頃のスエズ運河新スエズ運河は、地中海と航海を結ぶ、既存のスエズ運河を拡張する水路である。運河をくぐる6本の新しいトンネルの建設と、両岸の7万6千平方キロメートルの土地を、国際物流、商業、工業拠点とする計画と同時に打ち出された、当局が100万人の雇用を生み出すと見込んだ、計画である。 スエズ運河の新しい水路プロジェクトには、既存の全長 164km の運河に並行する新しい 35km の運河と既存の運河のうち 37km にわたる区間の掘削と拡張が含まれる。運河の拡張により、運河の大半の区間で船が同時に双方向に航行することができるようになる。 これにより多くの船の待ち時間が11時間から3時間に減り、地中海から航海への通過時間は現在の18時間から11時間に減少する。1日に運河を通行できる船の数が49隻から97隻に増加すると見込まれている。新運河の建設は当初は5年かかると予定されていた。後にまず後期は3年に短縮され、 最終的にアブドルファッターフアイコール CC 大統領が1年で完成させるように命じることになった。既存の運河から染み出してくる水によって新運河に水が溢れてしまうといった技術上の問題が当初は発生していた。それでも新生図運河の工事は2015年7月に完成した。新運河は2015年8月6日に 外国からの指導者たちを招き軍用機が上空を飛行する式典が行われて、プロジェクトに予定されていた予算通りに公式に完成した。開通日はエジプトで休日と宣言され、ムハンマドがハンダクの戦いに際して、マディーナを防衛するために残壕を掘ったことに、プロジェクトを例えるようにモスクに対して指示された。自動車と鉄道用の六本の新しいトンネルが、市内半島と、 エジプト本土の連絡を改善するために計画されている。2015年時点では、スエズと市内半島を結ぶアハメドハムディトンネルのみが運河の下を通っている。スエズ運河町の長官で海軍中将のモハブマミシュは、スエズ運河の通行量収入は年間50億ドルから125億ドルに跳ね上がるだろうと述べている。しかし、 エジプトの通商専門家であるオマル・エル・シェネティによれば、運河開通の最初の年に通行量が倍になるという、公式の推計はいくらか誇張されたものであるとしている。高い通行量見積もりには、世界的な貿易の不振や通行量の値上げによって影響されうる。学術誌、バイオロジカル・インベージョンズ人2014年に投稿した18人の科学者は、 地中海の生物多様性と生態系サービスへ影響を与えるこのプロジェクトに懸念を表明している。科学者たちはエジプト政府に対して運河の拡張が引き起こし得る環境への影響を評価するように求めており、生物の多様性に関する条約の事務局長もこれに賛同した。従来のスエズ運河が19世紀半ばに開通して以来1000種を超える 侵略的外来生物が地中海に侵入しており、欧州委員会の合同調査センターによれば、人間の活動が地中海の生物多様性の減少の主たる原因となっている、としている。運河の拡張と各トンネルの建設には、600億エジプトポンドほどの費用がかかると見積もられている。このうち半分は新運河の掘削で、残りは6本のトンネルである。 あ、アイコールシーシー大統領は、外国の投資家の出資を認めず、代わりに、エジプト人がこのプロジェクトに出資するように促した。当初は、プロジェクトの一部を民間所有にすることを認めて、株式市場で株式公開することで、プロジェクトの資金調達を図ることになっていた。しかし、エジプト政府は、資金調達方針をすぐに変更し、出資者に対して、 いかなる所有権も認めない、利子付きの投資証券によることにした。エジプト国民は10エジプトポンド、100エジプトポンドあるいは1000エジプトポンドの証券を買うように求められた。最小金額の証券は、学生にもプロジェクトに出資できるようにするための、ものであった。アイコール CC 大統領が9月1日に、署名した法律によれば、ミスル銀行、エジプト国民銀行、 カイロ銀行、スウェズ運河銀行が、スウェズ運河町の発行する5年状と付加証券を、エジプトの銀行が発行する類似証券に比べて1.5ポイントほど、高い12%の利率で販売する。販売収入の大半を占める線、エジプトポンド証券に対する利子は、市販期ごとに支払われる。より少額の証券に対する利子は5年後に支払われる。出資者は、 証券を買うのに必要な金額の90%まで銀行から借り入れをすることが許され、これは全体の6%ほどにあたる40億エジプトポンドにまで達した。全証券の82%が個人に販売された。証券からの利子は非課税とされた。ヒシャム・ラメズ・エジプト中央銀行総裁が驚いたことに投資証券はわずか8営業日で、 売り切れ、中央銀行はそれ以降の新証券の発行を停止した。財務省が証券を保証しており、中央銀行に市販機ごとに支払う利子のための19億、エジプトポンドの資金を特別口座に別に管理したため、政府の歳入を他に使う余地が少なくなった。アイコール CC 大統領がこのプロジェクトを発表した後、エジプトの株式市場は一時的に過去6年で、 最多金に上昇したが、9月になると急激に下落した。2014年8月19日にエジプト軍の監督下に運河の建設作業にあたる42社が選定された。2014年10月にエジプト政府は6社の国際春節企業と契約を結んだ。 アラブ首長国連邦の国立海洋春節会社、オランダのロイヤル・ボスカリス・ウェストミンスターとファンウォールと、ベルギーのヤンデヌルトデメ、そしてアメリカ合衆国のグレート・レイクス・ドレジアドックである。これらの企業は5つのコークで工事を行い、6番目のコークはエジプト陸軍の工兵隊が工事を行った。2014年10月に日本の道路トンネルと日本の 鉄道トンネルを建設するために国有のエルモカウルーにエルアラブと民間のオラスコム建設産業が選択された。2014年11月にエジプト軍はこの契約に加えてドイツのヘレンクネヒトがトンネル掘削機器の納入業者として選定されたと発表した。競争入札を経て2014年8月19日にスエズ運河地区投資機会の検討のマスタープランの 契約がエジプト軍公兵隊の協力を得るなるアルハンダサに対して与えられた。この作業は6ヶ月かかると見込まれており、結果として2015年3月の投資者向け会議に繋がった。これに加えて国際復興開発銀行によりマスタープランの評価のためにフランスの技術企業エジスが推薦された。アイコールシ c 大統領はロシア訪問中に 新プロジェクトの一環として、ロシア工業ゾーンを設立することについて、ロシアのウラジーミル・プーチンと合意したと語っている。中国は、ホスニム・バラク政権や、ムハンマド・ムルシー政権の時代から、スエズ経済貿易協力区建設などに関わっており、一帯一路政策から、同プロジェクトで最も古くて、最大の投資国となっている。ありがとうございます。